21GD&TOP 아이유 현아 이하이 서인양 CN 블루 의 촌 연화 에이핑크 의 촌 은지 この 아이돌 たちには 共通点があ ります それは 何か 分かりますか 今 流れている 曲は どれも 同じ アーティスト が 作った もの です こんなに たくさん の 아이돌 から ラブコールを 送られた アーティスト 一体 誰でしょうか 네 안녕하세요. 저는 한국에서 음악하고 있는 선우정아입니다. 今日はこの人に スポットライト を当てます. 선우정아さんです. 先週に引き続き 今週も私 ゆきかが お伝えしていきます. 선우정아さん. ご本人の音楽も 素敵なんですけど たくさんのアイドルに 曲を提供していらっしゃいますよね. 私もいつかご縁があるかもと ずっと注目していました. 新たな音楽を求めて旅する Beyond K-POP。 これから皆さんと一緒にソヌ・ジョンアさんの魅力を探っていきたいと思います。 KBS ワールドラジオ特別企画 Beyond K-POP 新たな音楽を求めるあなたへ。今週はソヌ・ジョンアです。 現在韓国の大衆音楽シーンは圧倒的にメジャーレーベルの音楽であふれています。ここ近年は誰が見ても簡単にメジャーとインディーズの区別がつくような状態になりました。そんな中メジャーとインディーズの狭間にいるといえるのがソヌ・ジョンアさんです。この2つの世界の間をうまく行き来するアーティストソヌ・ジョンア。 音楽評論家のカン・イルゴンさんは才能があるからこそなせる技だと言います。他のミュージシャンのものとは違う音楽に聴く人の心をつかむ魅力があるのです。とにかくまずはソヌ・ジョンアさんの歌声を聞いてみましょう。 Beyond K-POP のためにソウル・ヨイドにあるKBSのスタジオで歌ってくれました。ソヌ・ジョンアでクラシック。 난 어디든 있지 새로움이 있는 모든 곳에 난 모든 걸 마시지 나를 통해 시간이 흐르니 화려한 체크를 뜨거운 빛에 시끄럽게 휘몰아줘도 오르지 못할 곳 I'm classic 누가 감히 건들지 못할 soul I'm classic 난 꺾여도 향기를 남기는 곳 I'm classic yeah I'm classic 자 내게 말해봐 너는 지금 뭘 좋아하는지 내게서 찾아봐 너의 취향이 변할 때 말야 바르게 쏟아지는 소리 이야기 네 마음도 어지러울 때 I don't care yeah 더 멀리 향한 기술 말고 내게 우아하는 답을 만들어 Like black and white 너도 알다시피
맛있는 꽃겨도 향기를 남기는 꽃 I'm classy, yeah I'm classy 손편지, 기타, 어쿠스틱, 패스 유선 마이크, 스팟라이트 A diva when he has done 지나버린 게 아니야 앞으로도 있는 거야 영원히 ソヌ・ジョンアでクラシックをお聴きいただきました。わ、リズム感もあるのに上品ですごく引き込まれました。こういう表現はおかしいかもしれないんですけれども、なんか高級そうな音楽って気がしませんか？聴かせてあげようかっていう上からみたいな雰囲気というか、皆さんはどう感じたでしょうか？なかなか他のアーティストからは生まれない音楽なんじゃないでしょうかね。こんなソヌ・ジョンアさん、音楽を始めたのはまだ小さな子供の頃、それからずっと音楽に触れていたそうです。4歳の頃、お母さんに手を引かれてピアノ教室に通い始めたソヌ・ジョンアさん。小さな指を鍵盤の上で動かしたその瞬間、彼女の心は音楽のことでいっぱいになりました。ピアノを치면서동시에노래를함께불렀던것같아요。혼자노래를ピアノを弾きながら歌を歌っていたそうなんですけど、ものすごく熱中して歌っていたらしいんですね。それでそれを見た母は、友達と遊ばずに一人でこんな風に過ごして大丈夫かしらなんて思ったそうです。괜찮은걸까?막이런생각많이하셨다고그러더라고요。ソヌ・ジョンアさんはこうして幼い時期を音楽と共に過ごしていました。音楽に始まり音楽に終わる、そう言っても過言ではないほどです。ただ特徴的なのは、好きなジャンルがいろいろ変わっていったということでした。ソヌ・ジョンアさんがジャンルを問わず様々な音楽に挑戦しているのは、幼い頃から興味の幅が広かったからなんですね。ピアノとクラシックを学んでいた彼女は、思春期の頃偶然に新しい音楽と出会ったそうです。희한하게그이제뭐반항의시기와어떤사춘기와좋아하는음악취향反抗期や思春期が訪れて、成長するのに従って好きな音楽も変わっていきました。反抗期の時はすごく反抗心に満ち溢れていましたから、その気持ちがハードロックに行ったんですね。それでその頃、韓国でロックフェスティバルが開催されるようになって盛り上がっていたんですけど、ヒップホップやハードコアみたいなインディーズのミュージシャンたちが熱かったですね。当時私は高校生だったんですけど、自然にハマってしまって、私もバンドをしなきゃということで校内にサークルを作りました。今や自信を持って堂々と突き進んでいくソヌ・ジョンアさんですが、そんな彼女にも昔はコンプレックスがあったそうです。강한노래할때컴플렉스였어요。パワフルな歌を歌うときはコンプレックスを感じましたね。声が繊細だから、うわーってな感じにシャウトしたいのにできなかったんですよ。어떻게하면와이렇게하고싶은데그걸못해가지고。だけど状況は変わるものです。ハードロックにハマっていたソヌ・ジョンアさんですが、大学に入ってからはジャズに夢中になりました。그래서이제대학전공을보컬전공으로하게됐는데전공교수님을선택을하는그대학에보컬을선고했단ですけど교수를選ぶ時にジャズボーカリストが目に入ったんですね。当時ジャズといえば Fly Me to the Moon くらいしか知らなかったんですけど、
なんとなくかっこよさそうな気がして、自然とロックにはまったようにジャズにもはまるんじゃないかと思って、何も知らずに始めました。あれが自分の道を探す契機になって、今では自分の基盤となっているんですよね。그길을좀찾는데도움이되기도했던 、네、 그런계기가됐죠ソヌ・ジョンアさんの声は、まあ、ハードロックには合わないかもしれないんですけれども、ジャズにはこれ以上ないほどぴったりですよね。20代の初めに大学を休学して、ジャズボーカリストとしての活動を始めたソヌ・ジョンアさん。彼女はこの時期について、プロデューサーとしても歌手としても自分の力を磨いた時期だったと語っています。다행히재즈도굉장히광범위한장르잖아요많은걸다루고많은장르ジャズってとても広いジャンルなんですいろいろなスタイルがあるしいろいろなジャンルの基礎になるじゃないですかだからジャズの歴史を勉強してからはプロデュースや作曲をするときにジャズのパターンを利用するようになりましたねそのおかげで自分の考えを歌詞で表現できるようになったんですあと曲は難しい感じになりながらも自由になっていった気がします。当時はこういう2つの面が混在していました。그두가지가그때한혼재되어있었어요。비온다ある人はソヌ・ジョンアさんについてこだわっている部分はあるが孤高の学者のように振る舞ったりしないと言いますつまり自分のカラーを押し出すにしても聞く人が受け入れられるラインを探しそこに収めるということですこのようなソヌ・ジョンアさんの価値観はこの場所で形成されたのかもしれません韓国を代表する芸能事務所YG 엔터테인먼트からオファーが来たのです。이게어이것도좀말하자면별게없는데인맥이랄까요근데人脈のおかげとでも言ったらいいんですかね。友達の友達が当時 YG で一番多くの曲を手掛けていたプロデューサーだったんです。その人が私を見にライブハウスにも来てくれて親しくなりました。それで一緒にやってみようとか面白そうだとか言われて。仰々しくオファーが来るとかではなく、水が流れるように自然にこうなったんですよね。물흐르듯자연스럽게어좋다좋다좋다해서이렇게된그래서이제정식의뢰를받은건이제 I don't care 레게믹스正式に依頼を受けたものとしては I don't care のレゲエミックスがあるんですけど当時私はクラブで韓国のヒット曲をジャズっぽくアレンジしてカバーするようなことをやっていたんですよ。クラブ、그런무대에서많이하고있었어요。그때이제손담비언니토요일밤에를제가재즈로편곡한걸양회장님손담비산의토요일밤에토요일의夜にという曲をジャズっぽくアレンジしたものを YG のヤンヒョンソクさんが見て I don't care のアレンジを依頼されたんですそれが最初の正式なオファーでしたねそれでその後一時期一緒に作業していました정식으로했고그그뒤로한동안어떤작업을같이하게된거죠ソヌ・ジョンアさんは実用音楽を学んだ時、難しい音楽に魅了されたそうです。当時は大衆的な人気の歌手が歌う曲は本物ではないと思っていたそうです。でもそんな偏見も大手事務所での仕事を進めるうちに消えてしまいました。음악을더넓게접근하게됐던계기가됐고요、저한테는。幅広く音楽に触れる契機になりました。それまで持っていた偏見が一遍で崩れたんですよね。YG での曲作りというのは自由なテーマで進めていくので、クリエイティブな能力を向上させてくれるような気がします。그런능력을향상시켜준것같은그느낌이들어요。こうして、センスとスキルを磨いていったんですね。
ではここで一曲聴いてみましょう。彼女の才能を目覚めさせるきっかけとなった YG で作った曲です。 YG のコンポーザーテディさんと一緒に作曲しました。 GD& トップフィーチャリングボムで Oh Yeah。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  GD。 Oh Yeah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 。 사랑은 bowling 내 말 한마디면 넘어가 귀신에 홀린 듯 널 보면 내가 넘어가 티내긴 싫지만 it mean you rock 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 my world 내 맘에 걸린 대답은 항상 oh yes girl 아껴 한마디 샬교를 가까이 널 절대 실망시키지 않아 girl I promise 우리는 닮은 goal 남들과 다른 soul 지루한 세상을 뒷내지도 let's rock and roll 점점 서로에게 빠져드는 우리들 또 비워지는 나의 cup 이 향기로 fill it up Oh, 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 yeah 너와 내 볼자는 kitchen 막 타오르는 느낌 풍성감처럼 부품함 I'm just celebrating I like it baby You Come be my lady GD& トップフィーチャリングボムで Oh Yeah をお聞きいただきました。あ、さっき聞いたクラシックと本当に違う雰囲気で、わあ、本当に多彩な方だなと思いました。はい、韓国の音楽界でソヌ・ジョンアさんが一躍注目の存在となったのは2013年セカンドアルバム It's OK Dear を出した時でした。これにより第11回韓国大衆音楽賞で今年のミュージシャンとポップス部門ベストアルバムに選ばれました。この7年前にファーストアルバムを出したソヌ・ジョンアさん、当時は注目を集めることができませんでした。それがいきなり音楽評論家と呼ばれる人たちをざわつかせたのはなぜでしょうか。ソヌ・ジョンアさんはこのことについて、斜めに見るということを取り入れたからじゃないかと語っています。別に鋭い目つきで見ていたわけじゃないんです。ただ当時は少し曲がっていたんですよね。今になってみると可愛いもんなんですけど、その当時はメッセンジャーアプリのプロフィールなんかにも意味深な感じで、私の脳はレモンのように酸っぱいとか書いていたんです。ものすごく斜めに見るタイプですよね。ただ聞く人が気分を悪くするような音楽にはしたくなかったです。気分나쁘게하고싶지않았어요듣는사람들이今流れている曲は요게요編悪口の旅という曲です。こんな軽快なメロディーなのに悪口の旅ですよ。この絶妙な感覚、どう表現すればいいんでしょうかね。ソヌ・ジョンアさんの曲ってこうしたメロディーと歌詞の組み合わせのタイとか言葉の使い方のタイが魅力的なんですよね。私もあの子みたいにおしゃれをしたら舞い上がるような気分だと思ったの。それほど欲しがっていた高いコート、でも私には似合わないわ。ペプセダルマエナガという曲にこんな歌詞が出てきます。ダルマエナガというのは小さくて可愛らしい鳥なんですけど、韓国のことわざにダルマエナガがコウノトリの真似をして歩くと股が裂けるというものがあります。つまり背伸びをするなということです。
考えてみると、現代を生きる私たちはコウノトリに憧れて背伸びをするダルマエナガなのかもしれないですよね。でも背伸びをしたところで自分には似合わない。なんとなくわかるような気がします。こうした誰でも感じることがあるような感情をユニークに表現してくれる、それがソヌ・ジョンアワールドなんです。この曲はソヌ・ジョンアさんご自身も自分の中のベストソングと考えているそうです。ベプサド、저의어떤특징이많이담겨있다고느껴。ダルマエナガには私自身が溶け込んでいるんです。情けないところを可愛く表現した曲というか、そういうのが好きなんです。いつもウィットに富んだ曲を作りたいと思っているので、私のベストソングはダルマエナガですね。또달라질거예요내년에는。ね。ではここで、KBS のスタジオライブの模様をお届けしたいと思います。ソヌ・ジョンアで、ペプセ、ダルマエナガ。새옷을 잘 입고 거울 앞에 섰는데 어색하기가 짝이 없구나 그토록 탐을 냈던 가 비싼 외투인데 이건 내게 어울리지가 않아 yeah. 이건 내게 어울리지가 않아 나도 제점개같은옷들로만가득한나의인생을보며쓴웃음만이걸다갖다버릴수도없고해서입고나왔는데쥐구멍찾아숨고싶구나그들에겐꼭맞는어여쁜외투인데나한테만ソヌ・ジョンアでペプセ、ダルマエナガをお聞きいただきました。イントロ部分からすごい可愛くてダルマエナガにぴったりだなって思いました。ソヌ・ジョンアさんの声というのは柔らかいのに力がこもっていますよね。それに淡々と歌ってるのに感情の起伏も感じられます。彼女の歌声を聞いていると初めのうちは共感していなくてもいつの間にか彼女に説得されてしまっているような、そんな不思議な感覚に包まれてしまいます。2019年、ソヌ・ジョンアさんは再び音楽に対する世界観を明確にしたアルバムを発表します。16編の物語を綴ったサードアルバム、セレナーデです。このアルバムのタイトル曲はトマンガジャ、一緒に逃げよう。個人的に大好きな曲なんですけど、この曲もKBS のスタジオライブで歌ってくれました。逃げようとささやくイントロの部分が心に響きます。ではここで KBS のスタジオから一曲、ソヌ・ジョンアでトマンガジャ、一緒に逃げよう。トマンガジャ어디든가야할것만같아넌금방이라도올것같아괜찮아우리가자걱정은잠시내려놓고대신가볍게짐을챙기자실컷웃고다시돌아오자
여기서는 우리 아무 생각 말자. 너랑 있을게. 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게. 있을까 두려울게. 어디를 간다 해도 우린 서로를 꼭 붙잡고 있으니. 너라서 나는 충분해. 나를 봐, 눈 맞춰줄래. 보자 지금 나랑 도망가자. 멀리 안 가도 괜찮을 거야. 너와 함께라면 난 다 좋아. 너의 맘이 변할 수 있는 ソヌ・ジョンアでトマンガジャ、一緒に逃げようをお聞きいただきました。あ、聞くたびに本当に心に響く曲ですね。この曲では時の流れについていけないあなたに対して、あなたの心が楽になる場所へ逃げよう、またたくましく戻ってこれるならと歌っています。心が弱った時、単に励ますのではなく寄り添ってくれるような、そんな優しさを感じました。ミュージシャンとしてのソヌ・ジョンアさんは、見ている方からすると分かったような気分になっても、まだまだ未知の魅力がある、そんな存在です。今の曲のようにそっと寄り添い心を癒してくれても、その反面、彼女特有の鋭い視線を投げかけられることがあります。そうした特徴がよく現れているのがセムセムという曲です。그걸왜갖고싶은데갖고뭘할건데지금내간절함과연영원할까조금배가불러도다귀찮아하잖아
セムセムというタイトルですが、これは英語のセームセームから取ったもので、おあいこ、似た者同士ということです。競争社会を批判しつつも、すでにそこに巻き込まれた自分を責めているかのようです。똥 묻은 개가 겨 묻은 개 나무란다. 그게 약간 제 모습 보면서 느껴졌고요. 나는 어렸을 때 誰もが50歩100歩とでも言うんでしょうか. 自分の姿を振り返ってそんなことを思いました。子供の頃は誰でも欲張りな大人になってはいけない、愚かな大人になってはいけないと思いますよね。でもそうなってしまうんです。ただそれが必ずしも悪いというわけではないんですね。 守らなきゃならないものがありますから。だから自分勝手になってしまうわけで、誰にでもそうやって大人になっていく悲しさというものがあると思うんですよ。私だって他の人と同じようにもっとお金を稼ぎたいと思うし、もっといい家に住みたいと思うし、ブランド品も買いたいと思います。自分も他の人と違うところなんてないんです。そんな風に考えて自分を見つめつつ、なんで他の人をわざ笑ったりしたんだろうとか、そんな自分が恥ずかしいとか思いながら曲を作りました。すごくよくわかるお話ですね。自分は人とは違う、そう思っていてもふと自分も同じだと気づく瞬間があるんです。このことについては面白いエピソードがあるそうです。그이노래를롯데타워앞에서부를일이있었어요너무재밌더라고요롯데월드타워の前でこの曲を歌うことがあったんですけど、なんだか面白くないですか。贅沢の極みとも言えるデパートの前でこの曲を歌うなんて。そこには上層階で暮らしているような人たちが集まっているんですよ。それでそうして高いタワーを仰ぎ見ながら歌ったんですけど、ふと自分もまた同じだということに改めて気づくんですね。その時、純朴な風を装っていた自分と現実とが乖離している気がして、自らをずうずうしいんじゃないかと思ってしまいました。私が望む未来は人より上の階に住むこと、下の階では別の人が夢を見ている。セムセムにはこんなメッセージが登場します。私たちの姿を鏡で映したかのような、そんな感覚を覚える曲ですね。引き続きセムセムをお聴きください。그걸왜갖고싶은데 똑같은사지 똑같은 pride 똑같은 멸시 똑같은 blood I have no proof that I am better than them 그미래는겨우누군가의위증이 yeah, yeah, yeah ジャンルを超えたミュージシャン、音楽の怪物、五線譜の上のボヘミアン。彼女を表す就職語には、彼女が作り上げた音楽に対する称賛の言葉が詰まっています。そしてそんな数々の言葉の中で最高の就職語は、ミュージシャンの中のミュージシャン、略してミューミューと呼ばれています。はじめにお話ししたように、ソヌ・ジョンアさんが手を組んだアーティストは壮大な数に上ります。アイユ、イハイ、パクジョンヒョン、キムセジョン、イスンギ、ソイニョン、プライマリー、トイ、エピトンプロジェクト、
イソニ、イムンセ、P タイプ、ジャンル不問、年齢不問、様々なアーティストとコラボをしています。また、A ピンクのチョン・ウンジさんは、ソヌ・ジョンアさんの大ファンだと公言しています。ウンジさんが、ソヌ・ジョンアさんの魅力について語ってくれました。일단은정아언니를찾아갔을때그아티스트는한번쯤은언니의가사에위로받아이로이로나아티스트가정아산노카이타가시카라이야시오모랏테이마스다카라私もそんな言葉で歌ってみたいという気持ちで정아산노모토탓네마시타네다분허카노아티스트모오나지요나모노다토오모이마스요오크노아티스트가정아산토코라보레이션시타갓테이마스게도ジョンアさんには妙なエネルギーがあって、それが自分と一体となった時に快感を覚えるんですよね。ソーヌ・ジョンアという人間が持つアイデンティティを維持しながらも、歌い手のアイデンティティにうまく合わせているところもかっこいいです。アイデンティティを버리지않으면서그사람이가지고있는アイデンティティを잘맞춰가시는것같아요。では、ウンジさんはジョンアさんとコラボレーションをして、どんな部分が印象的だったんでしょうか。자신감내가이걸했을때에있어서自信を持ってるところですかね。明確で強い自信を持ってるんです。それがとても羨ましいですね。だからといって頑固というわけではないんですよ。いろんなジャンルの音楽に精通しているから、いろんなジャンルをうまく行き来できると思います。うまく波に乗ってる感じと言いますかね。でもそんな中でももともと持つ本質的な部分は絶対に壊しません。それがすごくかっこいいんですよね。だからジョンアさんの歌を何度も何度も聴いてしまうし、それに歌声も大好きです。좋기도하고、그냥언니목소리를워낙좋아해요。ウンジさんの話を聞いていると、私もぜひ一度、ソヌ・ジョンアさんにお願いしたいですね。ではここで、ソヌ・ジョンアさんとチョン・ウンジさんが一緒に生み出した曲を聴いてみたいと思います。作詞、ソヌ・ジョンア。チョン・ウンジ、作曲編曲ソヌ・ジョンア、そしてチョン・ウンジさんが歌いました。フー、성령같은말들커지는봄꽃같은말들금방시들어버린 Everything's gonna be alright 시간이해결해준다고위로안되는위로그대의마음을툭지나치고할수있는말은많아그중에소용있는게있을까널위한너만을위한마음그냥울어버리자왈카쏟아내힘내지않아도괜찮아아프다고말해주라억지로웃지않기로하자나는듣고만있을게네가그랬던그날처럼각자의상처에부드러운바람이솔솔불어올때까지먼지같은말들후불면날아갈선장같은말들하나둘하나둘셋넷今年でデビューから15年を迎えるソヌ・ジョンアさん、新たな魅力にまだまだ驚かされるばかりです。そんなソヌ・ジョンアさんですが、聴く人にとっていつまでも面白いアーティストでいたいと話します。ああ、아직도재미있구나그말이진짜행복할것같아요。今も面白いなぁ。そんな言葉が聞ければ幸せでしょうね。自分の力になるだろうし、これでいいんだと確認できると思います。
私の音楽を聴いて穏やかな気持ちになってもらいたいし、そうできるよう努力するけど、そんな中でもバランスを維持したいんです。だから今も面白いな、長いこと活動してきたけどこれからも期待できるぞ、そんな言葉が聞ければいいですね。오래했음에도기대하게만들고재밌네그말듣고싶어요。音楽性と大衆性、その2つを同時に実現した音楽の怪物、それがソヌ・ジョンアさんです。ではソヌ・ジョンアさん自身は自分の音楽をどう考えているんでしょうか。アメバ、네アメバ좋아요。私アメーバが好きなんですよ。だから怪物と呼ばれるのも気に入っていますよ。アメーバは形がなくて何にでもなれますからね。目に見えるものにとらわれず、心地よい緊張感の中に身を置いて新たな音楽を作り続けるソヌ・ジョンアさん。こうしてソヌ・ジョンアらしい音楽が生まれます。音楽は自分にとって一番熱いものだと話すソヌ・ジョンアさん。メジャーとインディーズの狭間に立ち、大衆的な K-POP シーンに魅力的な緊張感をもたらします。ソヌ・ジョンアさん、これからも韓国の音楽界のために働いてくれますか？ね、일하는거좋아합니다。仕事は好きですよ。わあ、よかった。韓国大衆音楽界の宝物は、これからも光を放ってくれそうです。까지해왔던대로끝없는부지런한창작활동을하면서또부지런한공연활동을제발これまで通りコツコツと終わりのない創作活動をしながらコツコツとライブをしていきたいです。頼むから早くライブができるようになればいいですね。とにかくこれからもずっと音楽をやっていくつもりです。あと最近は時代の流れが早いからメディア環境も目まぐるしく変化するじゃないですか。そういうことについても変化を恐れず、どんどんアップグレードしていきたいと思っています。변화를두려워하지않는그것이저의계획입니다。고장난나침반이가진전부인저없는항해나도몰라新たな音楽を求めて旅するビヨンド K-POP。 メロディーと歌詞の組み合わせの耐え、言葉遣いの耐え、そして
絶妙な感じで覆えるメロディー、ソヌ・ジョンアさんの魅力を存分に感じていただけたでしょうか。来週第3弾は20年以上にわたりウェルメイドミュージックを届けるバンドネルをご紹介します。ここまでユキカでした。나도 몰라